皆さんこんにちは。デモンズリングなどの次元アイテムを使った時の残り時間って、やけに短く感じませんか？10タイムってこれ絶対10秒ないよね。そもそも1タイムって何秒なんでしょう。今回はそこを徹底的に検証していきます。まずは88番。デモンズリングを使って、透明になっている時間を計測します。ここではわかりやすく100タイムを計測します。ミラーのあるなしでも変わってくるため、2つを並べて測っています。ミラーありでは40秒ほどでした。1タイムは 0.4 秒です。一方、ミラーなしの場合は72秒でした。1タイムは 0.7 秒くらいです。ミラーを使うと 1.8 倍も違ってくるんですね。外でミラーを使うことはあまりないと思いますが、使うときは気をつけた方がいいですね。続いては戦闘画面での計測です。シナリオ1では戦闘中は時間が経過しないので、タワーの空き部屋で計測することにします。結果は46秒、1タイムは 0.5 秒ないくらいです。なんと戦闘画面ではミラーがあってもなくても一緒です。それでもフィールドにいる時より時間の経過が早いです。アイテムを使う場面は主にタワーの中や戦闘中が多いですから、なおのこと早く効果が切れてしまうと感じるんでしょうね。続いてリバイバルザナブー。同じく4パターン計測していきます。なんとリバイバルザナブーでは、ミラーのあるなしに関わらず、100タイムが100秒です。1タイムが1秒というのは非常にわかりやすくていいですね。しかもタワーの中でも、100タイムは100秒のままです。つまりリバイバルザナブーでは、88番よりアイテムの有効時間が、2倍くらい長いことになりますね。最後は MSX 版です。100タイムは53秒でした。タワーの中でも結果は一緒でした。1タイムは 0.5 秒、かなり短いですね。リバイバルザナブと一緒で場所や状況によらず一律ですが、有効時間は半分くらいになっています。MSX 版ではウィズダムを高めに振ってもいいかもしれません。一応、シナリオ2も見ておきましょう。結果は100タイムで102秒。1タイムは1秒です。シナリオ2では戦闘中でも時間が経過するため、あっという間に効果が切れそうな印象ですが、実質シナリオ1の2倍は有効なため、思った以上に長持ちします。まとめるとこうなります。アイテムの効率がいいのがリバイバルザナブーで、逆に悪いのが MSX 版ですね。シナリオ2で1タイム1秒になったところを見ると、これが本来あるべき姿だったのでしょう。でも MSX 版はシナリオ2より後にリリースされたんだよな。きっと何か理由があるんでしょうね。さて、ここまで1タイムの時間を見てきましたが、次はフード消費の時間を見ていきましょう。ザナブーデータブックボリューム1によると、フードの消費速度は外とタワー内で違っていて、
フィールドでは8秒ごと、タワー内では4秒ごとに、フードが減っていくとのことです。ただしこの数値は機種や条件によって変わるそうなので、先ほどと同じ条件で見ていきましょう。まずは88番から。ここではフードを10回消費する時間を計測します。なんとフード消費は一律10タイムです。やはりタワーの中ではお腹が減りやすいようです。次、リバイバルザナブアイテムの効果時間は一律でしたが、フードの消費はフィールドとタワーで2倍も違います。これも一律10タイムだと思ってたので意外でした。やはり検証は大事ですね。決めつけは良くない。お次は MSX 版。MSX 版は一律10タイムでした。これは非常にわかりやすいですね。最後はシナリオ2です。これもうわけわかんねえな。 5.4 タイムってなんだよ。まとめるとこんな感じ。なんかもう10タイムだったり8タイムだったりで、統一感のない感じに仕上がりました。ていうか 5.4 タイムってなんだよ。ただ全体的に言えるのは、タワーの中はお腹が減りやすいってことですね。どの機種が特別減りやすいというのはないので、あまり気にしなくても良さそうです。ちなみにシナリオ2限定になりますが、戦闘中以外でも時間が経過するようになりました。ステータスやインベントリを開いている間もアイテムの残り時間は減っていきますので、ゲームを止めるときはしっかりポーズをかけましょう。またショップに入っている間も時間は経過するので、買い物中に効果が切れてしまうなんてことがないように、クロスを使う場合は気をつけましょう。今回は以上。